はい、どうも皆さん、こんばんは、カブくんです。フィンランド大会の、速報とか、お話ししていきたいと思います。今ペアのショートが終わりまして、これから女子のショートプログラムが始まります。あ、今始まりましたね。今ちょうど始まりました。はい、ちょっと話していくんですけど、まずペアなんですけどね、お客さんが入ってない。もうそれがね、ちょっと最初に目につきましたね。もうこれだったら僕のマスターズとかの大会の方が結構入ってるんじゃないかっていうくらいですね、お客さん入ってなくて。フィンランドはフィギュアスケートはそんな盛んじゃないんでしょうかね。そんな、そういったペアがあんまり人気じゃないんでしょうかね。今女子のショートプログラムが始まっていくんですが、ちょっとこう、暗いので見えませんけど、ちょっとお客さん入ってる、ペアよりは入ってるかなという印象はありますね。ところどころペアのショートは日本人のような方、東洋の方もいてですね、でも本当にお客さん入ってなかったんで、もうちょっとね、宣伝してくれたらよかったなっていう感じもしますね。アイスダンスとかの方が多分盛んなのかなっていう感じはしますし、フィンランドは今回は誰もフィンランドから出てないので、多分そういった影響もあるかもしれませんね。はい、そう思います。で、でちょっと、順番に見ていくんですが、まずは、隣国のスウェーデンからグレタと情報組っていう組が出てきましたね。はい、この組はそうですね、ダブルアクセルがちょっとミスがあったかと思いますけどね。音楽はね、前回昨シーズンの世界選手権で全アメリカのアメリカ金取りましたが、その組が使っていた曲を使っていたと思います。ちょっとスピード感はなかったかなと思いましたけど、演技終わった後ちょっとこう感極まったのかなっていう仕草が男性の方で見られましたね。45.79 でした。ドイツのアリッサ・ルーバン組、この組が非常に素晴らしいですね。62.46 っていう高い得点が出ましたね。で、得点が曲、これ月光を使ってます。で、全体的にオーソドックスな滑りで、滑りは非常に基礎に忠実というか良かったかなと感じますね。スロートリプルループも非常に良かったし、リフトも素晴らしかったと思うんで、全体的に良かったと思います。曲も壮大、壮大な動きとかも多くて 62.46、 だからこの組結構高い点ですね。はい、アメリカのアナスタシアとデイロー組かな。はい、この組を 63.01 っていう点出てますね。高い点出てます。この、サイドバイサイドのスロートリプルサルコーがちょっと片手をついてしまったんですけど、いい点は出たかなと思います。オランダからニカとドミティ組が出てきましたね。この組はトリプルツイストでまさかのトリプルトーループですね、間違いない、トリプルトーループで転倒してしまいましたね、女性がね。 47.97 ポイント。で、もう一組のオランダの、ダリアとマイケル組が、これはザ・ハンガー・ゲームスっていう曲を使っていましたね。で、衣装が黒でしたね。この組結構印象に残りました、オランダのダリアとマイケル組。で、トリプルツイストも良かったし、ただ、サイドバイサイドのトリプルサルコーで男性が転倒ですね。で、スロートリプルフリップ、これは良かったですね。はい、で、今回ね、思ったのが、この大会は、前回よりもですね、カメラワークはいいかなと思います。前回はちょっとあまり良くなかったところもあったかと思うんで、フランス大会特に良くなかったんで、フィンランド大会はカメラワークは結構いいかなっていう感じがしましたね。はい、で、このダリア組は、リフトも良かったと思うし、曲のステップのところもすごくいい感じだったので、でも最後はちょっと苦笑いがあったかなと思いますけど、でも良かったかなと思います。 56.41、 結構インパクトが残ったかなと思います。はい、そして次、イタリアのアンナとマニュエル組ですね。この組はララランドを使ってましたね。ララランド、はい、で、この組はちょっと最悪でしたね、今回ね。多分最下位です、 44.36。 まずね、トリプルツイストを降りた時に転倒しちゃいましたね。ツイストで転倒するっていうことあるんだと、僕ちょっとあんまりこれまで見たことなかったんで、初めて見ましたね。着地の時にちょっと詰まって、詰まった感じで転倒ということになっちゃったんで、ちょっと意外な点、びっくりしました。あとトリプルサルコーでも女性だった、じゃあ、ここはちょっと詰まった感じかなんかミスった感じでしたね。はい、
ただ、スロートリプルフリップでも転倒がありまして、結構かなり、ミスがだったかなと思います。で、リフトは良かったんですけど、スピンもですね、助成が少し最後遅れたりとかあったんで、スピンでもちょっと点を取りこぼしたかなっていう感じがします。でも、終わった後は女性の方は仕方ないかなっていう顔でしたけど、ただ男性はちょっとふてくされてた感じだったんで、ちょっと悔しさ残る部分が大きいかなと思います。44.36がちょっとかなり一番低いですね。はい。次、グルジアのアナスタシアとダニエル組、この組非常に良かったですよ。花が非常にある組だなと思いましたね。黒のカバージャンみたいな感じの衣装で、雰囲気は非常に良かったし、曲の選曲も良かったし、表情もとても良かったかなと思います。まず最初、トリプルツイスト、これは多分、レベル4で 1.50 の加点をもらっていたと。速報値ではありましたね。ただトリプルサルコーが男性がちょっと詰まったんですけど、でもなんとかきれいに、処理ができて、加点はもらっていたと思います。ただ、全体的に良かったんですが、スロートリプルフリップのステッピングアウトだけが惜しかったですね。これが女性がもうちょっとでね、決まるところだったんですけど、ちょっとステッピングアウトしてしまったんで、加点が伸びなかった、減点があった。でもあんまり大きな減点じゃなかったんで、そこは良かったかなっていう感じはしますね。はい。で、リフトなんかもレベル4だったと思います。曲にもよく合ってて、非常にキレがあって良かったですね。他の組よりもキレがあったんで、この組かなりインパクト残ったかなと思います。ステップの表現なんかも非常に良くて、花があったと思うんで、この組は良かったですね。グルジアのアナスタシアとダニル組ですね。で、得点が62.59で、点出た後は、こんな感じで、良かったのかなって思いますけど、シーズンベストで良かったと思いますね。はい。この組は、2位につけたのかな？3位ですね。3位、4位かな？ギリギリ4位かな？そっか。3位か。3位ですね。はい。次、最後の組なんですが、イタリアのレビッカとフィリッポ組ですね。この組も、雰囲気は良かったというか、そういうふうには思いますね。黒の衣装を着てましたね。始まりからの表情がとても女性良かったと思います。トリプルツイストがレベル2という速報値、ダブルアクセルがちょっと危なかったんですけど、でも決めたと思います。で、リフトもレベル4で 1.50 の加点をもらっていたと思いますね。で、最後ね、最後というか、スロートリプルルッツ、これが危なかったですね。あと、もうちょっとで失敗っていう感じだったんで、なんとか決めたかと思います。本当にジャンプ全体的に決めていたんで、こらえながら決めていたんで、最後のスロールッツは緊張があったかと思うんですが、なんとかこらえたと思います。はい。で、先生かなんかのね、スロートリプルルッツ決めた後、声が出ましたね。わーって感じ、声が出たんで、多分これが全部決まったということで、声が出てしまったのかなっていう感じがありましたね。たまにそういったことはやっぱありますね。はい。で、全ての要素が良くて、この組だけが全ての要素で緑がついていたかっていう感じますが、プロトコル表はどんな感じでしょうかね。はい。表情は素敵だったと思うので、良かったと思います。得点が67.31で、このレビッカとフィリッポ組が、トップに、立っています。はい。ではね、ペアの報告はこれで以上になりますので、これから女子のショートを見ていきたいと思います。バイバイ。